シェアハウスしたい芸人ランキング。はい、ということで、この間アメトークでもシェアハウスの芸人やってましたね。まあ僕たち一回もシェアハウスしたことないじゃないですか。ずっと一人暮らし。そうなんですよ。なんで芸人と暮らしたことないんですよ。やっぱ芸人って本当にシェアハウスしてる人めっちゃ多いですよ。で、芸人くらいだよな。30超えてはマジで芸人ぐらいかもね。10年間くらいずっとシェアハウスしてるやつが結構いるじゃん。だからちょっとこの芸人とやったらシェアハウスしてもいいんじゃないかっていう。まあベスト3。基本的には俺はもう絶対に無理なんだけどね、シェアハウスはね。まあやったことないからな。想像するのもちょっと。シェアハウスするならね。はい。俺はやっぱり、大宅大さん。あ、飯作れるしね。そうなのよ、やっぱ。飯、シェアハウスしたらやっぱ、飯みんなで食べたいじゃない。めちゃくちゃうまい。餃子一番うまいじゃん、大さん。あ、そう。水餃子とかも作れるし。もう何でも作れる。何でも作れる、確かに。めちゃくちゃうまい。ただその、お金がちょっと心配だよね。ちょっと今月家賃。滞納とかはある。滞納とかだね。すごいあるだろうね。すごいあるかもしれない。でも絶対払うから、大さん。結果ね、金とか貸したりしてもあのロッカーに届けたり銀行に振り込んだりしてでも返すからね。ずるずる会う機会ないから返さんとかないよね。ない。もう絶対に返す。あの無限大ホールにあるんですよ、みんなが使えるロッカー。そこに自分で暗証番号決めれるんですけど、写メ送ってくるんだよね。このロッカーのここに入れたで暗証番号はこれだっつって、でその通り行ってそこ開けたらそこに封筒あってお金入っとって。その別にその2日後3日ぐらい後ぐらいに会えるんですよ、なのにその日に急にロッカーに入れといた。あと2000円とかでも銀行振り込みするから。だから大さんいい、いつかは払ってくれるね。大さんめちゃくちゃいいと思います僕は。でも涼美ちゃんは俺いいと思う、比較的。なんでかっていうとめちゃくちゃもう料理もすごいんですよ、もう涼ちゃん家でそれこそ鍋したり、涼ちゃんが全部鍋とか料理俺作ってもらったりしたことあるんですけど昔、あとねめちゃくちゃ綺麗好き。確かに。りょうちゃんちはいつ行っても綺麗。確かに。だから多分掃除とかしてくれるよ。几帳面やん。几帳面なんですよ、実は。ものすごく綺麗なの。だから部屋の掃除とかこまめにやってくれると思う。あ、じゃああれは増田さん。過去実家ね。だから、あの一時期、それこそ相席スターの山添さんとか住んでたやつね。そうそうそう。やっぱりよ。イカれ倒してるよ。そうだね。実家でルームシェアってやばくない？で、なんかさ、それこそさ、伊藤さんが30超えてん全員 YouTube でオーディションやってたけどさ、もっと前にさ、同居人探すライブやってなかった？やってたよ。やってたよね、オーディション。オーディションで決めたんだよ、同居人オーディション。そう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 。それもすごくない？何の面識もないやつと住むんだぜ。信じらんない。すごいね、確かに、そんな。でもあの家賃とか多分だいぶ安かったよ。多分めっちゃ遠いけど。え、それは何？増田さんの実家をおすすめしてるってこと？それまだ趣旨変わってくるから。あ、じゃあとんでもない出しとくか。何気にランキング初かも。ポールマンしよんね。忘れていたわ。しばらく。すべてできます。飯、洗濯、マジ掃除。あ、マジで？全部できます。あ、そう。俺一回こいつが飯出してもらって、朝ごはんがなんかあの、器熱いのでお気をつけくださいみたいな、あの鉄板のやつ出してきたから、ちっちゃいさ、あの、なんつうの、熱い鉄板みたいなの、の一人用みたいなやつに焼いたやつ出して飯出してきたから、料理とかめちゃくちゃできるから、シュンは。何もない。何してんの今、シュン。何の情報も入ってこないんだけど、シュン。で、インスタであの、フェイスシールドものまでやってる、シュン。知らんの？シュンのフェイスシールドものまで。フェイスシールドにいろんな絵描いて、なんかこう、なんとかですみたいな。ちょっと、一つも具体で出てこんねんけど、ちゃんと見てない。もちろんバズってはない。もちろんバズってない。見てみよう。マジねえへんし。本当に西野さんや、こいつは。全然違うよ。いや、本当に逆西野さんというか、能力は西野さんやけど、あの、金儲けじゃなくて、お笑いだけに振り切ってるけど、一番苦手なのお笑いが。そういうのよね。そういうタイプだよね。まあ、俺は、ベタに、純かな。
ノブキヨ？ノブキヨね、もちろん。ノブキヨって言うのわからんって。ノブキヨでもわからんって。こうって言ったら。バビロンチャンネルとか見せたらさ、すごいいい感じじゃん、その、何でも付き合ってくれる。例えばテレビの争奪戦とかは何でもいいよって言ってくれるんだ。でも、めちゃくちゃ三味線とかうるせえから。まあ、いっぱいいるよね。刺身とかはそれこそ。刺身。居心地で言うたら。まあ、居心地はマジでそうだな。結局居心地大事ってなったら刺身だな、そいつそいつの、うん、刺身も現に山木とね一緒に住んでますから、元ドラゴン忍者の、ああ山木ね、やっぱルームシェア経験あるっていうのもあるんだけど、居心地はやっぱり彼は分かんないけど、旬がどんなもんか分かんないけど、うん、旬だね彼も、ほぼ多分、まあだから料理とか別できひんの旬やな、ただその、うん、全てのトラブルを起こさないし、トラブルが起きたら問題解決へ向かおうとしてくれるし、うん、多分まとめてくれるし、確かに多分何人で暮らしても、うん、全ての人の意見を均等に聞ける、あ、うん、確かにね、じゃあ一応煙も入れとくいざとなったら金あるからいざとなったら金を出してくれる煙は、もうとんでもない人だから、うん、親がやっぱ頼もしいんじゃない、やっぱ一人煙みたいなやつおったら、なんか本気出したらもう iPhone1 個でなんか全て解決できそうやん、もしもしっつってお父さん頼もわせ、同期りょうちゃんしか出てない、あしゅんか、まあノブとか部屋汚いしな、アントニーもやっぱ人と暮らしたがらんタイプやしな、ゆきおちゃんも繊細やもんな、繊細繊細同期ダメだね、同期ひろちょとか絶対あかんもんな、ダメだ同期嫌だねー、っていうかその客観的に見てもダメだ金ちゃん誰もダメ、金ちゃんいいんじゃない、あ、金ちゃんいいな、うん、金ちゃんは飯作れるし、うん、大人だから、でも最近の金ちゃんもやっぱもうぶち壊れてるからちょっと危ない、確かになんか全部言うてまうか全部言うてまうな、一緒に暮らしてる時のなんかそういうほんまに言うたのめちゃくちゃだと思うよ、多分なんか勝手に部屋のものとか取ってなんか勝手に使ったりとかするぞ最近の金ちゃんは、めちゃめちゃ寝とる顔とか勝手に写真撮ってストーリーあげそうちょっといいねもらえると思ったストーリー大好きだから金ちゃんダメだ逆刺身とはまた逆いみたいな感じでジェランド西本さんとか行きそうな、あっていうのはなんかこう全然入ってこなそう、でもあれやで、奥さんにあの家のルールみたいなの音読させられてる人やで生活力はないんじゃない、この普通に暮らす力がないんか、青山さんも山添さんと渡辺さんと暮らしてたよね、あれ、いや暮らしてたよ昔、あそうね、うん、青山さんいいかもね、でもいい部分がないよね別にちゃんとしてそうよ、ちゃんとはしてそうだよ、なってくれ、ギター弾くんじゃん、ギターきついね、ギターきついな、ギターは全くうるさいねそれやったらほんと居心地だけで、岸さんね、岸さんはいいね、いいよ、ほんとに居心地だけでいいから、でもさ、うん、山添さんとか楽しいんじゃない、一緒におったら、まあ山添さん明るいし常に明るいやん、あそれいいかもね、確かに明るい、で実績あるし今までいろんな人と暮らしてきた、確かに、でもその感じてる、ああ川瀬ね、でも M1 前とかピリついてるぞ多分、いや逆にいいんだよピリついてるから、勝手に部屋こもるだけど、うん、川瀬話面白いから、うん、ゲームとかも好きやしな、うん、ずっとこいつも誰かと暮らしてるし、そう面倒見ちゃんと、よう考えたらこいつ何なの、ずっと誰かと暮らしてない、金あるのに、あとなんかこう相談乗ってくれるから常に、うん、常になんか何々しようかなとか言ったら、しなさんそれはやめた方がいいです、うん、ちゃんと言ってくれる、そうだね、これだからね頼りがあるよ、てか西野さんじゃなくてこの海野さんだったの俺、でも海野さんめっちゃ酒飲むででも一人でも飲むから、あ俺も酒好きだから一緒に晩酌できるし、うん、あともう絶対に女連れ込むとかないまあそれはね女の子に興味ないから、性欲がないからな、よく言うじゃんルームシェアで困るの、若手の時とか連れ込んでどう、今日ちょっといいか部屋みたいな、みんな出てってくれねえかなみたいな、それも一切ない、うん、この人は確かに、でもそういうのが辻井さんじゃないか、もう結婚されてもうたけど、辻井さんいいね、アイドルと辻井さんなんか何でもできるよ、あでもしんどいか、なんかずっとなんか遊んでそうやもんなでも基本劇場にいるんじゃない、でもめっちゃ楽しいけど、ずっとなんか SNS とかの動画撮ってたりさ、いやでもしてるな、するな、めっちゃなんか、傍から見る分には楽しいけど、
一緒に作るとちょっとしんどいんかもな。常に何かしてそうだね。で飯とかもね作ってるイメージもあるよな。あ、田淵さんもね。ね、田淵さんはでもやっぱそうめん屋やからそうめん食えるよ。そうめんだけ生きていけるからな、最悪夏とか。美味しいらしいしね、田淵さんちのそうめんめっちゃ。そういうので言ったらもうトータルの藤田さん地獄やろお前。朝まで飲みたくない？いや朝までお前薄めのジンジャーハイボールみたいな死ぬほど飲むよ。濃いめですぐ終わってくれよ。今ほら自粛でさ、うん、こうやってルームシェアでもしないとさ、ちょっと飲んで寝るだけじゃん。朝まで飲みたくないって言ったじゃん。いや俺家でも飲むぞ、いたら。いや俺だから朝まで飲んで、その後藤田さん家行って9時まで飲んだぞ一回。で10時に朝飯食わしてもうた奥さんと。息子さんが保育園行くの見届けたんやから俺と飲むで。朝まで飲んで、朝まで飲んで、ノブが水入ってたんやから最後。藤田さん楽しいし、あれやけどしんどいって酒は。でも一緒に暮らしたらそんなことないんかな。あ、なくなるかな。ああ、あ、キョンいいな、キョン。キョンいいね。でも西村もずっと一緒に暮らしよったからな。あ、ラウンドくらいいいかもな。でも西村も元気やからな、あいつも寝えへんやん。あ、そうなの。あいつもショートスリーパーよ。まあ西村、キョンも西村もいいけどね、しっかりしっかりはしてするよね。そうだな。うん、俺は全然いいと思うな。あれはロジャーは、あ、ロジャーはいいよ。ロジャーはいいわ。ロジャー言っていいみたいに言ってるけど、もうでもロジャーが疲れそうやな、俺らに気使って。それが一番嫌だよね。申し訳ないよね、言ってしまえば。うん、ロジャーが疲れるのが一番きついわ。あとなんだろう、生活で大事なもの。あ、じゃあね、家事全般やって。家事も。松橋さんはでもやっぱ細かいからな、自分のやっぱり、うん、こだわりとか。そうだよな、絶対一緒に暮らしたらやっぱ本当やっぱ優しすぎて、優しいダメ出しみたいな2時間ぐらいされそうじゃない、あのアメトークとかで。めっちゃいいんだけどみたいな。あ、嶋佐はこうで屋敷はこうでみたいな。もっと若くてだったらこういう人がよかったので、やっぱ本物ライン、しずる池田さん、しそむ二郎さんライン。ああ、何もできないからな、その飯がどうとか。そうそうそう。ただただ芸人たちの芸人たちの血が濃くなるだけやろ。本物たちとのシェアハウスとか。ああ、なんかすごい。児玉さんとかね、それやったら。あ、いいわ、児玉さん。児玉さんとかはもうやっぱ、児玉さん良さそうだな、居心地がやっぱすごいから。うん、児玉さんはいい、めちゃくちゃいいと思う。ライスさん2人ともいいしね、それで。うん、そうだね。でも煙クラスの若手はいない。あー、小僧。俺も思った、小僧。でもあいつはさ、ずっと一人暮らしてたから。家族とかとも住まずに。一番の変化も、もしかしたら無理かも、俺らに対してストレスが。いや、でもそれを抜きにして考えたら、いやでもロジャーじゃないか、ずっと一人で暮らしてきた。めちゃくちゃ気使うんじゃない、俺らに。誰よりも向いてないんじゃない、人と住むこと。いや、バイト先の大学生とか連れてきそう。調子のいいっすね。まあね、ノリとかもいいけどね。俺もどう、そこらね、スイーツ仲間とかもいいっすよ。何やねん、急に。何がやねん、スイーツ仲間。いや、めちゃくちゃいい感じじゃない、なんか。いい感じだと思うよ。なんか、何がやねん、スイーツ仲間。いや、まあでも、悪いもないけど、何も悪くないけど。人いいじゃん。もう変やった、あいつ。だって、忘れたよね。早稲田出て芸人になってスイーツ紹介してるんだよ、あいつ。なんか仕事でとやかく言い合うこともないし、もうスタイルも違うから。害がないってこと。うん、まあね。あとなんかランパンプスのよっちゃんとかを住まわせてやった時期とかあったんだよ。意外と面倒いいんだよ。俺一回その時遊びたことある。え、よっちゃんと中野が住んでたの。そうそうそう。へぇ。 BKB さんとか入んないですか。BKB さん几帳面やからね。几帳面だね、絶対に。 BKB さんは結構ルールがあると思う。うん、ありそうありそう。めっちゃ部屋とか綺麗やから。
まあでも俺が一番泊まってるからな、居心地はいいけどね。でも一緒に暮らしたらめっちゃ怒られたりするんかな。じゃあそろそろ聞きましょう。はい。え、マジで今難しいな。今本当にしろって言われたにする、にお勧めするってしたい。最後おすすめしちゃいます。そう、この3人とならいいよって言う。やったらまあロジャー煙だな。煙、松井さんもいいけど、今おすすめだったら、だからスイーツのかな。なんでやねん。なるのか。ならへんやろ。マジでロジャーは作れるのか。ロジャー作れるよ、しゅんちゃん。マジで、それか刺身じゃん。マジで飯作れるの。飯はある程度ってのを作る。それか名人だね、俺がおすすめしたいの。海野さんでもいいか。いや、海野さんと別荘して入るか。なんでもうロジャーは1位だな、包容力。ロジャーがどういうかは知らんけど、ロジャーはこういう、俺ら買ってたけどね、面倒見、あと飯もいける、うん、いける、鍋作ってた。だから、居心地いい、あーでもいいもんな。煙、家のこと意外とあんまできんかもな。煙はできない。ずっとやっぱボンボンやから。ボンボンだから。でも金で3円ぐらいで。うわー。いや、だからこういうほんと主婦みたいなやつがいいんじゃない。主婦いいかもね。そうだね。まあ、純か。純か主婦。純いいね。純もいいね。でも旬じゃない。あ、マジでこの3人で暮らしたら最高に楽しいよ、多分。同期やし。うん、気使うな、煙。気使うか、あいつ。そんな。うん。あ、そうだよ、お前。旬が一緒に住んだら、うん。か、ある一つ人、亀梨君が美味しいやつに。亀は来るよ。ジュニア引き連れて。うん。あの亀梨君。で、この時は亀に物おじせんからだよ。しないしない。堂々としてるよね、この二人。でけえな、この二人。そうね。こいつ、アッコさんと中田秀俊と飲んでるから。アッコにおまかせにも出たことないです。ないないない。飲み会でアッコさんに出会ってる。どういうこと。はい、ということで、僕らがまあ、一緒に、ルームシェアするとしたら、おすすめするとしたら、この3人が一番いいかなと、はい、思いますんで、ルームシェア考えてる芸人さん、ぜひ参考にしてください。はい。ありがとうございました。